先月の記録的な大雨について岸田総理は激甚災害に指定する見込みであることを明らかにしました。吉村知事は昨日、秋田県の佐竹憲久知事らと総理官邸を訪れ、岸田総理に緊急の要望書を手渡しました。今回の災害に対する財政措置や復旧支援などを求めたということです。今回のこの大雨を含むこの梅雨前線等がもたらした災害について、激甚災害に指定する見込みとなりました。各自治体の皆さん方とも連携をしながら、生活再建、そして被災地の復旧支援、これしっかりと、政府としても取り組んでまいりたいと思います。激甚災害に指定されれば、公共土木や農林水産分野の復旧事業について国庫補助率が引き上げられることになります。技術的支援とかさまざまな支援もいただけるということなので、本当に力強く思ったところです。県と市町村力を合わせて、政府の力強いもいただきながら、しっかり取り組んでいきたいというふうに思っています。